こんにちは、オオカミ TV のオオカミアッキーです。今回はですね、サバイバルゲームのね、なんかいろいろな商品の中で、まあ、最も重要だという銃、まあ、エアガンとか電動ガンとか言われるものなんですけど、そちらを購入したので、そちらの開封動画を撮りたいと思います。こんなでっかい箱で来てるわけですよ。おい、でかい箱。はい、今回買ったのはこちらの、電動ガン、ボーイズ、HG、ボーイズハイグレードですね。そして、銃の名前は、ソップモット M4 でございます。こちらはですね、東京丸井製でございまして、東京丸井の方で、ですね、8160円なんですけど、Amazon の方では4000円でした。開封します。ということで、初のね、こういったアングルで撮っていきたいなんですが、ライトがこうやってあるんでね、顔がなんかめっちゃ真っ白ってるけど、まあ、気にしないでください。実は私ですね、ガンボーイズの製だとですね、こちらのね、M4A1 ってやつを、兄が使ってたやつをね、そのまま、貸してもらってたんですけど、まあね、兄が使ってる時に、ここのね、ノズルの部分がパキっていっちゃったんで、こちら、今使ってないわけですよ。はい、ということで開封していきたいと思います。じゃーん！中身はこんな感じ。付属品はこういった説明書。6mmBB 弾、マガジン、そして本体になります。本体の大きさはですね、こんな感じですね。ですね。こちらの M4A1 と比べるとですね。まあ、こういうぐらい、これぐらいですかね。まあですね、こちらノズルの部分が折れちゃってるんですけど、実際あると、こちらの M4A1 の方が長いです。そしてですね、こっちとそっちの違いは、ここのね、レールがあるかないか。そして、もう一つ大きな点はですね、ここの、まあ、肩に当てる、なんつったか忘れたんだけど、ここの部分がですね、違うんですよ。これ実際これくらい伸びます。はい。これくらい伸びて、こうやってできます。なんですけど、こちらの方ですね、ちょっと違うのわかるかな？ちょっと違うんですよ。で、こっちも伸びます。で、それでですね、こちらですね、外すこともできる。これですね、伸ばすときは、こう押して、伸ばすわけなんですけど、これはですね、逆に、こっちに引っ張るんですよ。こっちに引っ張ってやると、抜けます。で、まあね、こっちと、こっちを交換することもできます。まあ僕的にはこっちの方がかっこいいんで、こっちをつけていきたいと思います。はい、まあ、レビューということで一応つけてみたんですけど、まあかっこいいですね、普通に。普通にかっこいいです。まあこんな感じに使うことができます。はい、そしてですね、ソップモットと、M4A1 の違いっていうのは、こちらのマガジンにもあります。こちらのマガジンですね、一見同じように見るんですけど、後ろとか見るとね、ちょっと違うんですよ。こっちはですね、まあ普通のマガジンなんですけど、ソップモットの方のこちらのマガジンはですね、140連マガジンになってます。ということで、140連、ダダダダって出てきます。まあこっちも、こちらのソップモットには入ります。こちら M4A1 の方なんですけど、こうやって入ることができます。こちらですね、電池のタイプなんで、ここの部分ありますよね。ここなんか変わった部分。ここをですね、つまむようにして、内側に引きます。そうすると上が、開きます。ここにですね、単三電池6本入れます。はい、まあレビューはこんな感じです。次回はですね、こちらを実際電池を入れて、打ってみたいと思います。今回はですね、こちらのソップモット M4 を紹介しました。皆さんもね、ガンボーイズのファンの人はこちら、買ってみてはいかがでしょうか。こんな感じにかっこいいんでね。私はサバゲーに使いたいと思います。それではまた皆さん会いましょう。さよならー。